山脈の南部4空ニャン山山,山64空ニャン山付近の総橋溝小樹灘山脈は中華人民共和国南西部の山脈四川省西部の山脈の一つでチベット高原の東を南北に走る終極山脈横断山脈に属する山脈のほとんどは四川省北西部のアバチベット族チャン族自治州内にあり南北方向へ 250km にわたって伸びている 西には大都下が、東には民港が険しい峡谷を刻みながら、南へと流れている。二つとも長江の支流である。最高峰は山脈中南部の小金県、川県県境にそびえる四空にゃん山で、標高は6250メートルに達する。四つの峰が組み合わさった高峰であるが、その名の由来は、チベット語の SKU ブラが翻訳され、 四周止めという字を当てられたことにある。その他の主な峰には、ハオさん、トモエさん、京金山、二郎さんなどがある。世界遺産に登録されている、四川省のジャイアントパンダ保護区の、全自然保護区及び、風景名称区のうち、画僚自然保護区、四空にゃんさん自然保護区、四空にゃんさん風景名称区は四空にゃんさん付近に、所在する。山脈内には、 ジャイアントパンダのほかキンイ金、糸猿などの貴重な生物も生息する。山脈および民港を挟んで北東に位置する、ビン山山脈の特徴的な生態系は、世界自然保護基金により、ビン山信用樹林と呼ばれている。ありがとうございます。